フワンホ・ガルニドは、スペインの漫画家、イラストレーター、元アニメーターである。彼の作品の多くはフランスから出版されており、中でもデビュー作である、ブラックサットが有名である。以前は、フワンのガルニドと表記されていたが、スペイン語の発音に、忠実なフワンホに改められた。グラナダ大学美術学部で絵画を学んだ後、地元出版社が刊行する。 マーベルコミックの漫画において作画を手掛けるから、同人誌でのコラボレーションに参加していた。1990年にマドリードに移り住み、テレビアニメの制作に3年間携わる。この時、後に漫画でパートナーを組むことになるフアンディアス・カナレスと出会う。1993年にフランスに移り住み、モントルイユにあるディズニーのアニメーションスタジオに勤める。 彼がアニメーターとして携わった仕事としては、ノートルダムの鐘の背景、ヘラクレスのハデスのアニメーション、ターザンの表のサボーとターザンの父親の作画がある。ディズニーを去った後、彼は再びカナレスと出会い、マドリードで出会った時から企画していた漫画シリーズ、ブラックサットの制作に取りかかる。2000年、シリーズ第1作となる、影のどこかに、 フランスの出版社ダルゴーより出版、成功を収める。また、2004年には、第2作、極北の国で、アングレーム国際漫画祭において、読者賞と最優秀作画賞をそれぞれ受賞する。その後も2006年に開かれた、同漫画祭にて最優秀シリーズ賞を受賞。2013年に第4作、地獄と沈黙が、アイズナー賞の最優秀国際作品に選ばれ、 自身も最優秀画家、マルチメディアアーティスト賞を受賞するなど、高い評価を得ている。漫画家以外の活動としては、スウェーデンのハードロックバンド、フリークキッチンのアルバム、クッキング・ウィズ・ペガンズにおいて、ジャケットのアートワークを担当したほか、同アルバムに収録されている、フリーク・オブ・ザ・ウィークのミュージックビデオを手掛けている。ちなみにこのミュージックビデオの制作資金は、 クラウドファンディングサイトキックスターターで支援を呼びかけて集めた寄付金で賄われている。代表作であるブラックサットは1950年代のアメリカを舞台にしたハードボイルド調のサスペンス作品であり、登場人物はすべて限りなく人間に近い姿で擬人化された動物なのが特徴である。また各コマの絵は写実的な水彩画で描かれており、 作品の持ち味となっている。カルニドは、同作全巻の表紙イラストと、第13巻でのシナリオ、作画を担当。AB、ガーニド、ファンジョーノーマエディトリアルハット、ビオクロフェアデズアンディアスカナレス、フアンホガーニドカンパートリブロス、ハットフアンホガーニダーランビックコミクロペディア、フアンディアスカナレス、フアンホガルニド、ブラックサット黒猫探偵刊末折り返し、 初めての人のためのバンドデシネ徹底ガイド128ページ。2010プレゼント、コミコンインターナショナル、サンディエゴ、元ディズニーのアニメーター、北欧メタル。フワンホガーニド監督が、2D アニメーション愛を込めた、フリークキッチンのメガボルト、フリークオブザウィーク WHITE-SCREEN.JP、ハット AB 漫画誌、ユーロ漫画の第1巻。 第2巻に赤い魂、第5巻、第6巻に地獄と沈黙が掲載されている。アイズナーアワーズカレントインフォ、コミコンインターナショナル、ハットザ2015ハービーアワードウィナーステックタイムズ、ハット AB2005 年に早川書房より刊行されたブラックサット黒猫の男、ブラックサットゴイる少女を解題して出版しているため、3巻4巻よりも、 出版の日付が後になっている。ありがとうございます。